ルーツと。お。見知らぬ土地には当然ながらまだ見ぬ家臣候補がいるかもしれない。そう考えた俺はこの空域で初めて訪れた集落フォルカという町を散策していた。もっともそう都合よく優秀な家臣候補など見つかるものではない。ましてやこのフォルカは平凡にして平和な辺境の町に過ぎない。組織と呼べるものもせいぜい自警団ぐらいというありさまだ。団長率いる気空団にいるとよくわかるが、世の中にはインターン者や表舞台に立つことを良しとしない武人賢人などいくらでもいる。俺は一縷の望みをかけて優位な武人でもいないかと自警団の様子でも探ってみることにした。だがすぐに分かったのは自警団の評判が芳しくないということだった。自警団？ありゃダメだ。何にもしないぐうたら自警団といえばこの辺じゃ有名よ。この辺りは今決して安全な状況とは言えない。アビア教団の出現による治安の悪化、それに伴っての悪党や魔物の増加、危機に伴って最初に対応する役割を担っているのが自警団だ。にもかかわらずこのフォルカの自警団は少しでも手に負えない魔物などが出ると、町の外で起きた出来事については感知できない。危険が過ぎ去るまで町に避難するようにと、戦いすらしない始末で近隣の気空団の方がよほど頼りにされているという。だがそこまで評判が悪いと逆に俺は興味を持ってしまった。俺には国を作るという望みがある。国に組織は不可欠であり、組織には残念ながら腐敗がつきものだ。では一体なぜ組織の腐敗は起こりうるのか。一つの事例としてここフォルカの自警団について調査してみたい、そう思ってしまったのだ。うんふん、 OK。 Du, du, ne Horde. Gegen die wir alleine kämpfen müssen, natürlich. Ach, verdammt. So kriege ich Rosetta doch nie nach oben gezogen. Furka no Jikedan. Sono Jittai o Shiritai to yu ore no yukkyu wa omoi no hoka hayaku kanau koto to naru. Mottomo, amari yorokobashii jōkyō dewa nakatta ga.この世は苦しみで溢れている。今こそただ一つの救済の道、イスタルシアを共に目指すのだ。フォルカを散策していた時のことだ。教団の残党が人々を勧誘、いや説法している場面に出くわしたのだ。シードホルム城襲撃の際にほぼ崩壊した教団ではあったが、小国にも勝る規模の組織だ。残党が残っていてもおかしくはない。そして彼らが辺境であるフォルカで布教することで再び足場を得ようとするのもわかる話だ。だが救済を合言葉にこの世界をひっくり返そうとした連中だ。彼らの悪行もすでに知れ渡っている。その布教がまともに進むわけがない。帰れ！お前たちがシードホルムで何したかは知ってんだ。この町にあんたたちの居場所なんてないわ。島民たちがそう反発するのは当然だった。だが良い流れとは言えない。教師の指示があれば国にさえ喧嘩を売る連中だ。あからさまに否定されて引っ込むとは思えない。なんだと、言わせておけば。素直に我らの教義を受け入れるならよし、さもなくば我々が直々に天罰をくれてやってもいいのだぞ。騒動は時間とともに広まり、堅穏な雰囲気となってきていた。問題は騒動を収めるべき自警団が一向に出てくる様子がないことだ。おい、少し聞くな。どうしても気になり
近くの住人に尋ねてみる。自警団はなぜ出てこないのかと。来るわけないさ。頼りの便利屋がいなくなっちまったとかですっかりふぬけちまったからな。分かっていた話だが、いざその腰抜けっぷりを目の当たりにすると同情を禁じえない。えい、黙れボングどもが。この偉大な教えが理解できぬというのなら体に教え込むしかなさそうだな。何しやがる。一方、教団兵と島民の騒動はさらに深刻さを増していた。教団兵は島民の胸ぐらをつかみ上げ、殴り飛ばそうとしたのだ。もっとも実際に殴られることはなかった。俺が間に入り制止したからだ。いい加減にしろ、この愚か者が。一方的に民衆が暴力を振るわれる光景は到底見過ごせるものではない。なんだ貴様、我々に手を出すとは不届き者め。相手が意のままにならぬからといって暴力を振るう輩が何を言う。教団はもはや崩壊したのだ。偽りの教義など押し付けるな。言ってはならぬことを言ったな。後悔させてやる。教団兵たちはついに武器を抜いた。ああ、やん。OK。言ってわからなくても仕方ないか。気乗りはしないが、相手になってやる。剣の束に手をかけ、応戦の構えを取る。だがどうやら教団兵たちは、蹴落されたようで、なかなか攻撃に出ない。それどころか、ひそひそと話を始め、挙句次のように言い放った。その派手な鎧が、単なる飾りじゃなければいいがな。だが、ここでやり合うのは無粋だ。町の外へ出ろ。うん、思わず笑いをこらえなければならなかった。なぜわざわざ町の外にまで出る必要があるのか。大方援軍でも連れてくる気なのだろう。なよ。いいだろう、どこまででも付き合ってやろう。その強がりが続くといいがな。こうして俺は教団兵たちと連れ立って町の外へ向かうこととなった。大変だわ、あの人殺されちゃう。誰か自警団を呼んでこい。あのぐうたら連中でも何かできるはずだ。背後で島民たちがそんな会話をしていた。別に自警団の援護など必要ない。だがもし九段の自警団の行動をこの目で見られるのであれば、またとない好機だ。俺は島民たちをあえて止めず、騒がせておくことにした。Okay, jetzt sollen wir erstmal die Dinge zerprügeln hier. Na, dann machen wir mal. Na, kommt. この程度で同調するの見くびってくれる。しかし妙だ、村の近くでこれだけ大立ち回りしているという自警団はなぜ出てこない。昼寝でもしているのか。邪悪な異分子め、よくも同志たちを成敗してくれる。アバラン殿が参られた。あの赤毛を叩き潰してください。
くれないに染まれ豪華に思い知れ。Bonk. Nur der muss weg. Ich dachte es mir schon. Oh, その名を知っていたか。なんという炎だ。ドゥルドゥ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 。出直してこい。OK。覚えてろ。教団の残党たちは早々に逃げ去っていった。捨て台詞まで芸がないとは恐れ入ったな。追いかける気にもならず剣を収める。まあ二度と会うこともあるまい。いたぞこっちだ。その時だった。教団とは別の武装した兵士たちが現れた。ただの島民が武器を持っただけにしか見えないその一団はおそらくフォルカの自警団だった。しかも彼らはその武器の切っ先を俺に向けた。おとなしくしろ。抵抗は無意味だぞ。なんだ貴様らは。俺を知らんとは間違いないな。覚えておけ、俺はフォルカの自警団の団長を務めるダグリアだ。町で暴れていた教団の残党というのはお前だな。おとなしくついてこい。さもなくば痛い目を見るぞ。人間、あまりに予想外のことが起こると反応が鈍くなる。この時の俺がまさにそうだった。まさかと思うが、俺が教団の残党に見えるというのか。ふん、とぼけやがって。見ればわかる。そんな無意味に派手な鎧を好き好んで使うのはあの教団ぐらいのものだろうよ。今無意味に派手な鎧とそう言ったのか。この鎧が派手なことぐらい重々承知している。だがそれは帝王学を治めた者の義務だ。派手な鎧を着て我ここにありと味方を鼓舞し敵の目を集める。そのための派手な鎧であり、何より幾度もの戦いで俺の身を守ってくれた戦友でもある。無意味に派手というのは最大の侮辱だった。とにかく我々と詰め所まで来てもらおう。抵抗しない方が身のためだぞ。なんだこいつ、いきなり笑い出したぞ。悪いな、俺もそんなつもりはなかったのだが、この連中は教団との戦いが終わった後にのこのこと顔を出し、俺の鎧を侮辱した挙句、教団ではなく俺を拘束すると言い出した。これほどまでに無能としか言えない対応をされれば、もはや笑うしかない。Da hat er nicht ganz unrecht。フォルカの自警団か。わかった。好きにしろ。こうして俺は自警団に連行されることとなるのだった。Ein Siegelslot. So, dann ist wieder die Quest. Dann mal wieder eine neue Schicksalsepisode von Percival dann. Auch gleich noch. Den Windsplitter nehmen wir auch mit. Dankeschön.Hat er gerade ein Level-Up gehabt? Percival, glaube ich? Nee, Sitter? Ach, keine Ahnung. Ab zum Quest-Schalter. Und weiter geht's. Ich war in der Zimmerschau in der Zimmerschau. Ich habe die Zimmerschau bekommen. Ich habe das erste Mal.ここまで来るといっそ興味深い。いい加減正直に言え。教団とはどんなつながりがある。
俺は島民たちに狼藉を働いていた教団の残党を追い払っただけだ。不当な扱いを受ける言われはない。なんだこいつの態度は。俺が強く言うと団長のダグリアとやらはたちまち言葉に詰まる。わかるか。貴様ら自身の行動に負い目があるから、堂々と俺が答えるだけで言葉に詰まるのだ。何を偉そうに。いいか、確かに自警団には人を拘束する権利が与えられている。だがそれは人から日常を、あらゆる権利を一時的に奪う極めて重大な行為だ。軽々しく人を拘束するなど到底許されん。言いたいことならいくらでもある。俺はとうとうと続けた。にもかかわらず貴様らは初動が遅れた上、情報収集すらろくにしなかった。挙句民衆に危害を加えようとした教団に対処した俺を、その場に居合わせた怪しい人物というだけで証拠もなしに連行したのだ。そこまで言い切ってから一度呼吸を整え言い放つ。職務怠慢にも程がある。こんなことが許されるはずがないだろう。効果はあったようで、明らかに彼らの腰は引けつつあった。団長どうします。こいつの言い分の方が正しく聞こえてくるんですけど。やだ、サタン。実際その場にいたってだけで連れてきたのは事実ですし。お前たちまでそんなことを言い出してどうする。今度は自警団の内部で言い争いが始まっていた。犯人を間違えたと知れたら大ごとになる。ただでさえ通報から出動まで遅れたのは事実。実際教団の残党と戦いになっていたら危なかった。聞こえてくる言葉の端々を受け取るだけでも彼らがいかに組織としてお粗末かがよく分かってくる。やがて業を煮やしたか、ダグリアは言った。分かった、もういい、釈放だ。どこへなりと出ていけ。断る。即座にそう応じた俺に彼らは驚きを隠せなかった。ここまで巻き込んでおいて簡単に縁を切れるなどと思うなよ。聞けばお前たちは自警団として随分多くの問題を抱えているようだ。一体どうしてそうなった。なんだと。なぜ見ず知らずの輩にそんな話をしなきゃならんのだ。この俺が知りたいからだ。他に理由が必要か。彼らは言葉を失った。団長、もう話してやったらどうです。そうですよ、なんだか逆らうとまずそうだし。ええ、そんなことが聞きたきゃ教えてやる。団長のダグリアや団員たちはポツリポツリと状況をこぼし始めた。半ば愚痴だ。彼らも愚痴をこぼしたくて仕方がなかったのだ。この空域はな、白雨戦争以来実に500年も平和だったんだ。このフォルカでも大きな事件はほぼ皆無であり、自警団は半ばお飾りのように扱われていたという。ところが昨今、教団の出現や教団による聖少女復活に伴う大事件が多発。それでも最初はどうにかなってた。あんたは知らんだろうが、この町にはベンリア・ローランって男がいてな。こいつが滅法強かった。ローランの奉仕ともいえる積極的な補佐があった時は自警団も活動していたものの、そのローランがある時期を境に行方知れずになり、以後はまともに戦うこともできず逃げ回っていたというわけだ。ダグリアは自重気味に吐き捨てた。自警団は今や無能者の集団とみなされ、人々の視線は冷たくなる一方だ。俺だって何とかできるなら何とかしたい。だがどうしろって言うんだ。ローランがいない今、下手に戦えば部下を無駄死にさせるだけだろうが。ダグリア団長、そんな風に考えてたんすか。事情を聞いた俺はため息しか出なかった。なるほど、
組織が腐敗するにあたってはそれなりの理由があるのだと。仕方あるまい。自警団に関与するのも学びにはなるだろう。こうして俺はある決心をする。高額のためこの自警団を立て直してやろうと。Interesting, interesting. その日の朝、俺はフォルカ自警団の詰め所を訪れた。いや、押し入ったという方が正確かもしれないが。あんたはこの間の、一体何の用だ。貴様らに言いたいことがあってな。全員聞け。戸惑いを隠せないでいる団員たちに俺は言い放った。まず言っておく。大国であろうと小国であろうと、国の根本は治安にある。その治安を守る重大な役割を担っているのが自警団という組織だ。誇りを持て。自分たちは必要な組織だとな。急にそんなことを言われても受け入れるのは容易ではないだろう。彼らは戸惑いを隠せない様子だった。だが構わない。貴様らは言ったな。魔物や教団といった敵が出現する中で、頼りにしていた便利屋の補佐がなくなり、戦うこともできなくなったと。だが問題は便利屋の不在ではない。真の問題は他人任せで甘い切った貴様らの危機意識だ。彼らはとっさに何も言い返せない様子だった。何なんだお前は。好き勝手に言いやがって。もう勘弁ならぬ。構わねえからそいつを叩き出せ。彼らは俺を取り囲んだ。顔を見ればわかる。痛いところを突かれたと自覚はあるようだな。欠点を自覚しているのならばまだ改善の余地はある。日頃の職務を見直すぐらいのことをしてはどうだ。うるせえ。いい加減にしろ。俺は殴りかかってきた団員を軽々とかわした。そして拳を構える。苦情を述べに来た一般人に自警団が暴力を振るうのはいささか許容できん。いいだろう。相手をしてやる。まもなく俺の周囲に自警団員たちが散乱することとなる。手加減はしたので大した怪我は負っていないはずだ。ちくしょう。何者だあんた。通りすがりの奇空師とでも言っておこう。しかしダグリア団長だった。これだけの人数を率いて俺一人制圧できんとは、自警団を率いる立場として恥ずかしくないのか。うるさい。だったらお前がやってみろ。こんな田舎の自警団に何ができるってんだ。そうか。元より言葉だけで済ませるつもりはなかった。ならば試してみるとしよう。自警団団長の地位借り受けるぞ。翌日から俺は団長として自警団に顔を出して本格的な訓練を始めた。騎士であった頃、中でも騎士見習いの時代を思い出す。走り込みから始まって武器の整備に素振り、まさに基本中の基本だ。もちろん自警団員たちには反抗の色が見て取れた。隙あらば俺を追い出そうと企んでいるのかもしれない。だがそれでも彼らは逃げず、俺の訓練についてきていた。自警団に来るのをサボるという手もあるというのに。やはり彼らにも意思はあるのだ。現状を何とかしたい。ついてくるのなら俺も相手をしてやるまでだ。俺は訓練の間中、彼らの意識を改革すべく言葉をかけ続けた。事件が起きたから迅速に対処するのは当然だ。だが本当に重要なのは事件を未然に防ぐことだ。事件さえ起こらなければ誰一人として傷つかずに済む。何もしていないと人々に白い目で見られる。好きにさせておけ。いざ有事の際に頼りになるのは自分たちだということを忘れるな。
常に脅威への準備は怠るな。この空において危機はいつ訪れるとも限らん。一日の訓練が一人の命を守ると心得よ。数日が過ぎる頃には団員たちの目からは反抗の色が消えていった。うん、 OK、 sehr cool、 sehr cool。